なんと大人気ポケモンのデザインとなっております。水遊びさせてあげたいけど着替えを持ってきてないわ。どうしましょう。商品紹介系 YouTuber の意地を見せろ、1分間アピール対決、イエーイ。私たちはですね、今まで大量の商品を紹介してきておりまして、はい、もう商品紹介系 YouTuber といっても過言ではないとは思うんです。ですよね。ですよね。ですよね。なんですけど、もっともっとね、視聴者の皆様にその商品のいいところを分かりやすく簡潔に伝えられるようにならなければならないと思うんです。はい、そこでですね、今日はこちらパンツ持ってこう、使い捨て紙パンツ。こちらポケモンの使い切りタイプの子供向けの紙パンツなんですけど、はい、今日はこちらの商品を1分間でいかに良さをアピールできるかという対決をしたいと思います。はいはい、いやもうこれは余裕ですよ。自信満々ですよ。まあ、なんかだって動画ね、僕一人であのお届けしてる時とかもあるじゃないですか、うん、なので一人でこう何かを伝えるっていうのは結構やってきたので、はい、で僕の大好きなポケモンなのでね、うん、僕勝てなかったらちょっときついな。そんなに頑張れてます。私負けられない。それじゃあ早速やっていこう。バンマニパンツ持ってこう、使い捨て紙パンツは子供向け商品で、緊急時のストックやお出かけ、水遊びなどいろいろなシーンでいつでもどこでも使える使い切りタイプの紙パンツです。デザインは子供に大人気のポケモンになっています。カラーは2色展開です。さらに軽くてコンパクトだから持ち運びにとっても便利で、水にも強い素材になっています。なるほどね、うん、結構アピールポイントあるのな。そうなんです、はいはいはい、今説明した、うん、もうめちゃめちゃ盛りだくさんのアピールポイントを、はい、1分間に詰め込んでみんなに披露しましょう。それじゃあ撮っていきます。バンマニ僕はね、決めました。通販番組風に皆さんにお届けします。僕この日の撮影のために通販番組を200回見てきたんで、その実力を披露したいと思います。今日ご紹介する商品はこちら、パンツ持ってこう、使い捨て紙パンツです。こちらの商品はいつでもどこでも使える使い切りタイプのお子様向け紙パンツで、なんと大人気ポケモンのデザインとなっております。そしてカラーはブルーとピンクの2色展開です。ポイント1、伸縮性に優れたマイクロフィンドライ構造の薄型新素材を使用しているので、紙パンツの内部の汗、湿気を吸い出しドライに保ちます。ポイント2、水に濡れても丈夫な素材を使用しています。こんな感じでふわふわしていて軽いんですが、水に濡れても丈夫です。ポイント3、紙パンツだからこそかさばらずコンパクト。お子様の旅行やドライブ、お泊まり保育に緊急時のストックとしておくこともできます。パンツ持ってこう、使い捨て紙パンツは3枚入りで税込み価格495円、495円。お子様には必須のアイテムとなっております。ぜひ皆さんお手に取ってください。バンマニ、私どうしようかな。みんなの心をつかむようななんかキャッチーな作品にしたいから、私は CM 風で作っていきます。娘の旅行の荷造りをしてるんだけど、リュックがパンパンだわ、しまらない。そんな時はこのパンツ持ってゴー、使い捨て紙パンツ。旅行の際の持ち運びにも最適で、デザインもお子様に大人気のポケモンです。水遊びさせてあげたいけど着替えを持ってきてないわ。どうしましょう。そんな時はこのパンツ持ってゴー、使い捨て紙パンツ。この子供向け紙パンツがあればお子様も全力で水遊びが楽しめちゃう。うちの子長時間の移動が初めてで心配だわ、大丈夫かしら。そんな時はこのパンツ持ってゴー、使い捨て紙パンツ。長時間の移動でも安心なので旅行も満喫できちゃう。コットンのような肌触り、伸縮性も抜群、水につけても丈夫です。デザインはポケモン、カラーは2種類。さあみんなでパンツ持ってゴー、使い捨て紙パンツ。バンダイマニア、はい、2人の作品を披露しました。いやガチャス、はい、マジで通販番組の人でした。いやもう僕この日のために通販番組見まくりました。キョウティンのやつは、うん、よくテレビで見る CM だわ。そうです、こんな時どうしようみたいなさ、よくあるじゃん。この2つの作品なんですけど、どっちが良かったかは視聴者の方々にコミュニティで投票してもらいたいと思います。バンダイ公式チャンネルのコミュニティをチェックしてください。バンマニ、今日はパンツ持ってゴー、使い捨て紙パンツを紹介しました。CM 中に何回も言ったと思うんだけど、コンパクトでかさばらない、さらにいつでもどこでも使えるっていうのがこの商品の良さなんじゃないかなって思います。このアイテムは大活躍間違いなしなので、ぜひ皆さんゲットしてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。